白雲の章、水雨の説、国風の塔。生い茂った草木を濡らす雨は、時に烈風をまとい、時に霹靂とともに降り注ぐ。雲間から差す陽光に照らされた水雨は、フォドラの大地を潤す恵みとなり、自然の厳しさを教える災いともなる。そして雨の通り過ぎた後には美しい虹がかかる。あなたに依頼したいことがあります。生徒たちと共に王国領へ赴き、ある族を征討してもらいたいのです。彼らはファーガス貴族のゴーティエ家から英雄の遺産破裂の槍を盗み出した頭目の名はマイクロン。拝着されたゴーティエ家の子息らしい。これは遺産絡みの問題、一領主の力で解決できる問題の範疇を超えているからだ。英雄の遺産は人の手に余る強力な武器、相応の戦力を持って臨まねばならない。だが今、西方教会の廃教者どもを粛清すべく、騎士団の主戦力は修道院を離れている。だからこそ英雄の遺産に対抗しうる武器、天帝の剣を得た君が適任と考えた。天帝の剣は遺産の中でも群を抜いて強力な武具。心配は無用だと思いますが、生徒たちにも危険が及ばぬよう大修道院切っての手だれを同行させましょう。改めて言っておくが、その剣を持つにふさわしい振る舞いを心がけてくれ。それとハンネマンさんが君を探していたはずだ。後で尋ねるといい。以上だ。北川先生、まさかあんたが解放王の子孫だったとはな。まさか忘れてないよな、前に山を切った英雄の遺産の話をしたろ。それがその天帝の剣、解放王ネメシスの使った剣なのさ。とぼけんなって。天帝の剣はかのネメシスのみが使えた遺産。それを使えるってことはあんたにも同じ紋章があるってことだろ。わからないは通用しないぞ先生、特にここ大修道院ではな。そういえばあんたハンネマン先生に呼び出されたんだよな。あの部屋の器具で紋章を調べるのか。なら俺もお邪魔して。よう、クロード坊や、ご陽気に何を騒いでるんだい。ジュディット、なんでここに。ジュディットさんだ坊や。名手を継ぐまでは賛をつけろと言ったろ。わざわざあんたを呼びに来てやったのさ。リーガン校の具合がどうにも悪くてね。おいおい、まさかじいさん危篤なのか。いや、そうじゃないよ。だがあの体じゃ次の円卓会議にはとても出られない。代理として坊やに出席してほしいってんで、私が使者を買って出たってわけさ。そいつはご足労どうも。ああ先生、彼女はダフネルの列女ジュディットだ。へえ、あんたがクロード坊やの先生なのか。手を焼いてるんじゃないのかい。彼女はこう見えてレスター諸侯同盟に属する名門ダフネル家の当主なんだよ。かつては円卓会議に列する強豪だったが、今じゃすっかり落ちぶれて。その口縫い合わされたくなかったら黙ることだね坊や。さっさと行くよ先生。悪いけど少しの間この子を借りてくからね。まだ先生との話も終わってないってのによ。悪いな先生、また今度話そう。課題までには戻るさ。それじゃあ行くぞジュディット。だからサンを。いや、こっからの坊やは名手代理か。承知しましたよ。いや、よく来てくれたな先生。話は聞いたよ。天帝の剣の力を使ったと聞いたぞ。
それで君の紋章の正体が確定したのだ。我が輩は君の紋章を目にしてはいたが、当初それが何なのかわからなかった。やがて我が輩はふと気づいた。見えているのは全体の一部に過ぎないのではないかとね。すなわち君の紋章は大きすぎて通常の器具では観測しきれなかったのだ。そうと気づいた我が輩は適合しうる紋章を調べに調べ、一応の仮説を立てるに至った。だがどうしても確信が持てず、これと結論付けた紋章が異質すぎたのだよ。解放王ネメシスより千年以上世に出ず、途絶えたとも思われていた紋章、炎の紋章、それが君の力の正体だ。君が天帝の剣を使えたことで我が輩の仮説は真実であると証明された。高級の時を経て蘇った伝説の力、君がその力を宿していることにもはや疑問の余地はないようだ。石か、わからぬな。じゃがそのことを思うとわしの胸の鼓動が速くなる。いや、わしのではなくお主のか。教会と中央教会、同じ女神を信じながら対立するか。オドラの人間も難儀なものだな。すまないな、ロナート教の時に続いてまた王国内の騒動に。先生、英雄の遺産は強力だ。どうかくれぐれも気をつけて。
セデス。メルセデスか。懐かしい顔だ。私の会話に慣れてきましたね。私の探してたんです。よかった。ありがとうございます。知恵の王ネメシスの天帝の剣、それを振るうとはやはり面白い。一日も早くそれを使いこなしてみせろ。お前と斬り合いたくてたまらん。礼を言う。それは俺のものだ。同盟の円卓会議に出るのは初めてじゃなかったんだが、疲れたよ。協調性ってもんが足りないんだよな。ローレンツの親父あたりは特にね。ああ、うちのじいさんは案外元気だったよ。あの様子ならあと5年は大丈夫だな。活躍聞きました。僕はレア様のことばかりで他には何も考えられなかったのに、実はすごい人だったんですね先生。それ僕のだ。ありがとう、拾ってくれたんですね。僕レア様の役に立つためにいろんなことを学んできました。掃除、薪割り、貝場作り、それからシャミアさんに弓も習ってるし、だから先生の学級の課題とか仕事とか手伝ってあげてもいいですよ。本当？やった！あ、うん、なんでもない。別に仲間に入れて欲しかったとかそういうことじゃないですからね。最短の儀は大変だったわね。医務室も大混雑よ。ようやく落ち着いてきたからここで気分転換しているの。生徒たちが命を落とさないように私も必死で治療はするけれど、死の危険を感じる目にあった子は
戦いを恐れてしまうようになる。そんなことにならないよう気をつけてあげてね、先生。お魚さんはなぜああやってじっと待っているのでしょうか。釣り上げられて食べられてしまう自分の運命を悟っているのかも。あ、先生、ずいぶんと生徒たちと仲良くなりましたのね。私もその中に入りたかったですわ。お兄様さえ許してくだされ、ばお願いを聞いていただけるかしら。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。あ、前節は異常ありでしたね。先生のご活躍で事なきを得たとか、賊の侵入に気づかないとは、不甲斐ない門番で申し訳ありません。頼みを聞いてくれないかい。頼もしいじゃないか、助かったよ。いらっしゃい。こいつでいいんだね。ほらよ、持っていきな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 。こいつでいい、ほらよ、持っていきな。またいつでも来てくれよ。依頼したいことがあるのだが。しばらくは放っておいてあげてください。遺産を盗み出した賊の頭目は拝着されたとはいえ彼の兄なのですから。それは私の。ありがとうございます。なくして困っていたのです。お願いします。はじめまして、先生。課題に同行するギルベルトと申します。どれほど力になれるかは分かりませんが、精一杯協力させていただきます。こちらこそ
よろしくお願いします。次の課題はまたも族討伐だそうだな。しかも頭目は貴族の子息だと聞いたぞ。まったく貴族の風上にもおけんやからだな。失礼だが、英雄の遺産を盗まれるなんて前代未聞の事件ね。つい前節にも天帝の剣が盗まれかけましたが、あれもあれで前代未聞だったでしょう。まったく。望む紋章を持てず不幸になる人がいる。望まぬ紋章を持たされて不幸になる人も。聖廟にあるセイロスの棺の中にはセイロスの遺体が安置されていたはずだ。しかしそこにはただ天帝の剣があったという。これは何を意味するのだ。西方教会の長は司教の地位にあります。大司教であるレア様ほどではありませんが、それでもかなりの権威を持っています。そのような者が暗殺を企むなどそそのかされたとしか思えませんな。司教は東方教会にもいらっしゃるが、正直なところ存在感はありません。大司教とレスター諸侯同盟、双方の影響下にありますから発言権も弱いのでしょうな。なあ先生、紋章だの英雄の遺産だのでちょっと騒ぎすぎじゃねえかな。それってそんなに大事なことなのか。俺は紋章なんかあってもなくてもどっちでもいいと思ってるけどな。紋章よりも筋肉、遺産よりも筋肉、三度の飯より筋肉。いや、そこは飯か。ねえねえ、レア様から天帝の剣を託されたって本当なんですか。そもそも使えるのがおかしいし、先生って何者なんですか。あ、それ私のです。見つけてくれたんですね、ありがとう。レア様から天帝の剣を託されたって本当なんですか。そもそも使えるのがおかしいし、先生って何者なんですか。学校生活ってもっと平和で穏やかで甘酸っぱいものだと思ってたんですけど、
なんか最近不穏じゃないですか。もしかして先生が来たからだったりして。冗談ですよ冗談。でももっと甘酸っぱさが欲しいな。そういえばね、レスター諸侯同盟は同盟の五大諸侯による円卓会議によって運営されているんですよ。名主たるリーガン侯をはじめ、ゴネリル侯、グロスタール伯、コーデリア伯、そこに後から加わったエドマンド辺境伯を加えた五大諸侯が議決権を持っています。以前はエドマンド家ではなくダフネル家が五大諸侯の一席に数えられていましたが、当時の当主が新参のエドマンド家に議決権を譲ったんだそうですよ。あの、先生。あ、先生、王国に行くならこの時期でも上着を持って行った方がいいですよ。それにこの時期は雨も多いし、濡れたら絶対に風邪ひいちゃいます。ねえ、先生も紋章を持ってたんですね。実はご先祖様は貴族ですか？先生みたいな貴族臭くない貴族だったら大歓迎なのにな。でも傭兵で教師なんですよね。不思議な人。先生たち性病で戦ったんですか？生物を傷つけてないでしょうね。あー、でも僕もその場にいたかったな。性病には朝一で行って、昼には居すぎだって教団の人に追い出されちゃったんですよね。あれ、ありがとうございます。もう完全に諦めてましたよ。先生に負けない力をつけるぜ。はい。王国の北部行く経験ありません。帝国の人、北部寒い寂しい言います。先生、王国でも傭兵していた聞きました。どうですか？忘れるでした？そのようなことある仰天です。感謝です。私、落とした観察していました。何故わかりますか？先ほどすれ違ったのは、まさかあのフラルダリウス公では？フラルダリウス家はパーガスの建国にも関わった歴史の長い家であり、現当主のロドリグ殿はパーガスの盾と称えられる立派な武人なのだよ。十数年前、スレン北征の際には国王の右腕として素晴らしい武勲を立てたという。そういえば今年の生徒の中にもフラルダリウス家の者がいたような。前節はお手柄だったな。しかし女神の塔を襲撃すると同時に性病にまで入り込むとは、西方教会だけでやれるとは思えない。協力した者がいるはずさ。それに逃げたっていう仮面の騎士、あんたの話じゃ凄腕なんだろ？いつか見つけ出して私の手で殺してやりたいね。私はロドリガーシル・フラルダリウス。
ファーガスで領主を務めておりましてね、多忙のゴーティエ辺境伯に代わり遺産の奪還を依頼しに来たんですが、聞けば生徒が駆り出されるとか。何事もなければいいんですがね。先生、実はゴーティエ家ってのは俺の実家でして、で族の頭目ってのは俺の兄貴。その頼みます先生、あんな野郎でも俺には血を分けた家族なんだ。あれ、そいつは俺の。あ、すいません、助かりましたよ先生。修道院の襲撃計画は全て西方教会の仕業だったってことですよね。つまり西方教会はロナート様を利用していた。西方教会はどんな正義があってあの方を巻き込むようなことを。何か用か？また来てくれ。次に遺体ではなく剣が入っていたなんて。セイロス様は天帝の剣を残してどこへ行ってしまわれたのかしら。そういえば前にセイロス騎士のギルベルトさんと打ち合う機会があったんですけど、いやもう全然歯が立たなくって。あの人が課題に同行するなら安心ですね。ところであの人誰かに似ているような気が。
いや、さすがに気のせいかな。あんたたちはあんたたちで大変そうだが、俺らも俺らで大変なんだよ。前説の件を受け、騎士団の大部分は西方教会の本部に出向いちまったし、俺たちはこれからレスターの東部にある東方教会の本部に向かわなきゃならない。同盟寮に行くならあんな山の中でなく、デアドラまで観光に行きたかったね。知ってるか、リーガン家の寮とデアドラ、水の都なんて言われてるんだぜ。師匠が珍しく眉間にシワを寄せてたみたいなんだが、どうしたんだ？何か悩みがあるなら力になってあげたいんだけどな。そうか、まあ私じゃ役に立たないよな。炎の紋章いかんか、我が輩としたことが我を失っていた。西方教会の不祥事もある、浮かれたばかりはいられんのだがな。先生、ちょっと様子がおかしくありませんでしたか？何か大発見でもあったんでしょうか？あ、これ僕のです。ありがとうございます。困ってたんです。様の暗殺未遂、英雄の遺産の盗難、物騒な話ばかりで嫌になりますね。ああ、そういえばガルグマクの町にも恐ろしい噂が流れているそうですよ。何でも巨大な鎌を持った死神が若い娘をさらっていくとか。あなたは自分に秘められた力に戸惑っているかもしれませんね。ですが私は信じているのです。あなたがその力を正しく行使し、主より授かった尊い使命をいつか必ず果たしてくれると。願いを聞いてくれますか？
ジェラルトさんが君を探していたようだぞ。騎士団長の部屋の近くで会ったのだが、もうどこかへ行ってしまったかもしれんな。もし部屋にいないようなら誰かに聞いてみてくれ。君に頼みがあるのだが。君に頼みがあるのだが。探してるのか。さっきまで騎士の間で誰かと話してたよ。相手はよく見えなかったけど、多分女性の騎士だったと思うな。ハンネマン先生、ちょっと様子がおかしくありませんでしたか。何か大発見でもあったんでしょうか。ありがとうございます。え？先生。あなた。望む紋章を持てず不幸になる人がいる。望まぬ紋章を持たされて不幸になる人も。ありがとうございます。あなたの働きに感謝します。さんか、誰かの墓参りに行くと言ってたよ。大修道院に併設されてる墓地があるんだ。そこに行ったんじゃないかな。墓地の場所、どこだったっけ。セテスにでも聞けばわかると思うが。なんだ、戻ってきたのか。墓地の場所、もちろん知っているが、少し入り組んだ場所にあってな。行きたいのなら教えるが。よろしい、では道順を教えよう。誘うつもりで探してたんだが、見つからねえから先に来てたんだ。たまにはあいつのお前の母さんの墓参りでもしようと思ってな。このちっぽけな墓の下にお前の母さんが眠ってるのさ。ん？ああ、当然の疑問だよな。そのあたりの事情は話せば長くなるんだが、そういやお前にはあいつのことをあんまり話してなかったよな。穏やかで賢くて料理も上手で誰に対しても優しい人だったよ。それに花が好きだった。
俺が珍しい花を摘んで帰るとそりゃ喜んだもんだ。懐かしいな。あいつの笑顔が見れりゃ俺はそれだけで最高に幸せだった。あいつが一番の笑顔を見せてくれたのはお前が腹の中にいるって分かった時だ。お前を産んですぐ死んじまったから一緒に過ごした時間はほんのわずかだったろうが、あいつはお前を心から愛していた。それだけは覚えておいてくれ。この指輪はあいつの唯一の形見だ。そのうちお前に譲ってやるさ。いつかお前にも大切な人ができたらこの指輪を送ってやるといい。よくやってくれた。感謝する。天の剣の管理に問題はないだろうな。どこかに置き忘れるなどもってのほかだぞ。次の続討伐ではその剣の力が必要だ。無事に解決してくれることを期待している。さて先生、ここが九段の塔らしいぞ。塔って割には随分とでかいな。かつての戦争の名残ってやつだな。賊のくせにまあご立派なねぐらを見つけたもんだ。あ、いや、盗目のマイクランは元貴族か。知っててもおかしくないのかもな。数百年前、この辺りは攻め寄せる北方の民を迎え撃つ要所の一つだった。この塔は当時監視と防衛のため建てられたもの。攻略には骨が折れるだろうな。ギルベルトさんでしたっけ。さすが王国出身、お詳しい。あ、そうだ、せっかくだし少し質問してもいいですか。ああ、構わない。私に答えられることであればな。ギルベルトさんは破裂の槍ってのを見たことがあるんですか。かつて現物を見たことがある。立派だがどこか禍々しい槍だった。ゴーティエ辺境伯によればマイクランはその槍で多数の追手を返り討ちにしたと。紋章のないやつでも使えるんですか。聞いてた話と違うな。一方で先生以外じゃ紋章を持ってても使えない天帝の剣もあるし、先生が特別なのかもしれないな。この戦いも期待してるぜ。ならその天帝の剣を俺が使えるようにしてくれよ。俺が振るうとただの硬い剣だもんな。一体どうなってるんだか。おっと、雨が強くなってきた。さっさと片付けしまおう。賊の気配が濃くなってきた。そろそろ最上階なのだろう。こんだけ登ると戦う前にバテそうだぜ。まあ大雨の中で戦うよりはマシか。ぼちぼち動くか。私ですか。焦らず戦おう。お手に行かせてくれよ。いつでも行けます。勝てた。信じられません。
僕の出番のようだな。さあどうするんだ。私に任せてください。私ですか。はい、うわやだ汗かいちゃった。頭が危ねえ。野郎ども急げ。ん？開花から新手の敵か。背後にも気を配らねばならんな。あいつらを挟み撃ちにしてやれ。なんと隠し部屋に賊が潜んでいたか。
私強いので。俺の勝ちだ。僕のものになったよ。方がちげえんだ。この機を逃すな。
その程度自慢にもならない。加減すべきだ。加減できなくてよ。よっ、はい、うんじゃない、必然さ。この経験は糧になり。
真偽か。お疲れさん。ちげえんだ。なんとかなりそうです。筋肉
決める。ガキの分際でやるじゃないか。相手と戦うのは初めてじゃな。わしの話を心して聞け。なんてこった。英雄の遺産ってやつにはあんな物騒な力も秘められてるのか。もう敵も味方もわからなくなってやがる。かわいそうだな。早く終わらせてやろう。
れは体が崩れて中からマイクランと槍が。なんとか倒せたな。槍を回収して修道院に戻ろうぜ。あの男、まるで槍に飲まれるように姿形を変えおったの。あれを見てはコアッパどもが動揺するのも仕方ないというものじゃ。英雄の遺産とやらが秘める力はあれほどとてつもないものなのか。じゃがあの力、あの姿、わしは知っておる、覚えておる。なぜじゃ。天帝の剣を使うお主もあのような力を振るうのじゃろうか。よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。ことの顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。かの塔で起こった惨事は胸の内だけに留めておいてください。遺産を使った人間が化け物になったなどと噂が広まれば、貴族の権威は地に落ち、フォドラ全土が混乱に陥るでしょう。それは避けねばなりません。同行した生徒たちにもよく言い含めておいてください。わかりましたね。あの黒き獣は女神が下される罰なのです。英雄の遺産を使う資格なしにそれを手にした愚昧で傲慢な者への。だからこそ回収を急いだのです。結果的には間に合いませんでしたが、槍は教団から正式にゴーティエ家へと返還しましょう。さあその槍を。感謝します。やはりあなたに任せたのは正解でした。節の終わりにもう一度報告に来てください。その際翌節の課題を伝えます。先生お疲れさん。あんたのおかげで課題は無事終了だ。なあマイクランはさ、本当に自分が遺産を使いこなせるとでも思ったのかな。多分奴は使えないことを知りながらとにかく手に入れたかったんだ。だがあんな化け物になっちまうことまではマイクラン本人も知らなかったようだな。あの恐ろしい化け物も英雄の遺産の力の一部ってことなのかね。英雄の遺産には古より不吉な噂がつきまとっておりました。トマスさんか。驚いた。あ、いや職場のあんたが書庫にいるのは当然だが。話が聞こえてしまいましてな。英雄の遺産について一つお教えしましょうか。ネメシスが蛇に染まってしまったのは天帝の剣のせいだとか、遺産を使い続けたせいで黒き獣に身を落としてしまった英雄がいるとか、英雄の遺産の負の面についてかつては多くの記録が残されておりましたそうな。かつては消されているのですよ、ポドラ全土から。この書庫から消えた記録も少なくない。その言い草、まるで教団が事実を隠蔽してるみたいじゃないか。いや確かにレアさんはコナン島で起こったことを誰にも話すなと。トマシさん、あんたはなんでこんな話を俺たちに。あなたが英雄の遺産について何やら探っているようでしたのでね、夜ごと調べ回っているようですが、騎士団に気づかれる前におやめなさい。さておせっかいはこの辺にして、わしはこれで。やっぱ気づかれてたか。
諸子にはやたらと足を運んでるからな。けどやめるわけにはいかない。先生、そんなホイホイ個人的な事情を説明すると思うか？俺のことを教える代わりに先生の秘密も明かしてくれるってんならいいけどな。それは聞き捨てならないわね。秘密なら私も共有させてくれる？おやおや、意外なところで学校で一番秘密を共有したくない相手だな。学校で一番秘密を持っているあなたに言われると光栄だわ。買いかぶりだろ。俺の秘密なんてたかが知れてる。それより俺は先生の話をそらさないで。クロード、今はあなたの秘密の話よ。あなたの父は何者なのかしら。どうしてあなたは急に現れたのかしら。リーガン校は事故死した嫡男一家をはじめ多くの家族を失って後継がいなかった。リーガン家が名士の座を追われればおそらく同盟は揺らぐことになったわ。あなたは何を目的にリーガン家に、そしてここ修道院に来たの？せっかくの両手に花だってのにトゲが怖くて触れやしないな。俺にはささやかな夢があってね、そいつを叶えるには力が必要なんだ。そんな俺に紋章の力があることが分かった。こいつは渡りに船とばかりに乗って何か役立つもんがあるんじゃないかとこの大修道院の門を叩いた。どうだ、俺の夢に必ず協力するってんなら残らず教えてやってもいいんだがな。私は私の夢を叶えるわ。それがあなたの夢の邪魔にならないことを祈っていて。先生はどうだ？そうかそうか、ま、今は語らないでおくよ。あんたの立場ってもんもあるしな。さて、難しい課題をよく達成してくれました。優れた手腕で生徒たちを導き英雄の遺産を無事に奪還してくれたこと感謝します。私の期待通り天帝の剣を使いこなせているようですね。さて、翌節の課題について伝えますが、大司教。セテス、どうしたというのです？フレンの姿が見当たらないのです。君は見なかったか？そうか、どこを探してもいないのだ。一体どこへ。何か危険な目に遭っているのかもしれない。ああ、私はどうすれば。セテス、まずは落ち着くのです。課題の件はまた改めて。